か。5時半ぐらいに出て釣り始めたのが6時ですから、いいですね。あれ台風で引き連れられたのかな、ここが空いてるから。いいですか、行きます。絶好ですけどね。やってはないな。よいしょ。昨日は来てすぐ釣れました？昨日はもうちょい後ですね。やっぱり6時ぐらいから。6時ぐらいからだと思います。あ、こっちだ。逆だ。服部さんこっち使ってください。後ろや。なんかバシバシ言ってますよ。そろそろ始まるかな。なんかボフボフ言ってますけどね。投げた方の逆になるな、必ず。逆。構えますか。そっちでボイルしてるのか、そっち側に投げるべきやな、やっぱり。
若干光量が上がった時ぐらいの方がボイルが多いのはなんでなんでしょうね。いつも思うけど。まだ寝てるんとちゃうの？それはね、ないと思いますよ。意外と内側やな。さっきから。ここはエッチやもんな。コバスが さすがにまだこの浜も誰もいてませんね。さすがに誰もいませんね。いやで昨日なんかだいぶ釣れにくくなったみたいで諦めた人間が多いんじゃないですか。バットメント出る小学校行ってたけどベイトが一気に向こうはいなくなったって言ってたから、一昨日あんだけ映ってたのが昨日は全然映らんかったとか言って、どこ行ったんやろうとか言ってたから、多分それ見て人もいなくなったんじゃないですか。魚はねもうちゃんと大会にって知ってますね。まだ早いんかな。こういうステキャストしてるからあかんでしょうね。多分。はい。ここで跳ねるとAサイズやな。あ、そこでもじって。ちっちゃいぞ。ぐーちょっと離れた。でも そこが出るというか、そこお気に入りのはずやけどな。場所は間違いない。場所は間違いないけど腕だけですね。あ、ずれてる。さっきからそことここと、ただこっち内側だから多分ねちっちゃいんですよ。そっちの方がそっちエッジだ、エッジの外だからそっちの方がでかいはずなんですよ。
そろそろ来ると思うから投げとこう。大体昨日のポジションで始めたな。飛距離を出すためにピーにしましたんで。ちょっと立ってもらえ。ああ、やってる。やっぱりそこやったか。そっちの方がでかそうやもんな、魚のサイズが。動くと来たけど、一瞬ルアーにコンってさ。あ、でかそうですね、あれ。ちょうどエッジの上ぐらい、今。ああ、凝ってるな。やっぱり向こう側の方がいいのかな。明らかに凝ってますね、向こうで。やっぱボート嫌いなんでしょうね。ボートがいなくなると、その凝ったところでやってますね。